どうもジラティです。ロストデッセイまた続きをやっていきたいと思います。今ですね、ここに来ています。ローマ同士の館前回の続きですね。で1回裏でですね1回出て、スキルの、ちょっと習得とか、していました。なるべくレベル上げないように、経験値が1対1しか入らないようなところ、まあ、といっても青い、青いじゃない赤い森ぐらいしかないんですけど、そこでちょっとやってました。ここだともうちょっと上がっちゃうかな、うん、ここだと、一度も戦ったことは何回もありますけど、あの経験値が、一つも入ってないですね、ここではね。でね、前回ねここに扉が3つあるんだけど、うん、ちょっとトンズラで逃げましょう、うん、でね、裏でね、いろいろ回るって言ったんですけど、回らなかったです。行くぞ。うん、ね、扉が3つあってね、ここ入ったのかな、うん、そしたらね強制的に戦闘が入って逃げるも選択できない。でここね、それからここ、うん、でもしかしたらあの戦ったら中に入れるのかなって言ってたと思うんですけどね、結局中には入れなくて、戦った後ね、あの別に特別な敵じゃないですね、今みたいな敵で、それを倒したら、これが出てきたんですよ。だからこれを今から拾う。でね、要するにあの前回回ったところはもう全部あの生きようがなくて、うん、だからこれでまた物語が動くんでしょうね、ストーリーっていうかね、あの進捗があるんでしょうね。だから拾う、うん、まだこう見てないのでね。なんだこれ、宝玉かな。ああそこか、あの変な鏡の飾りじゃない。うん、大鏡っていうのかな、宝玉。そっかそっか、それでここのなんか飾りがうんぬんかんぬん言ってたやつ、あ自動で、あの宝玉やっぱり鏡の飾りみたいだな。あこれでじゃあ一歩進むんですね。なるほどね、そこに戻してみよう。はめ込んだ、あはめ込む前をよく見ればよかったな。あ上のとこ光り出したよ。そう、あの全体がってこと？バックの。なんとなく鏡の雰囲気が変わっちゃったような。しまった、よく見ればよかったな。鏡の向こうに魔導力を感じます。まるで鏡の奥に別の世界があるような。マジで？じゃあローマ同士いるのかな。鏡の向こうが面白そうじゃない、試してみよっか。おお、ちょっとよ、ズン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 、勇気あるね。お、あなんか全部綺麗じゃない。そう、うん、綺麗だよな、思ったより綺麗なとこに出たね。てかさっきの部屋じゃないのこれ、先ほどと同じ部屋のようですけれど、うん、ついさっきまで誰かがここで暮らしていたようですね。パラレルワールドとかまるでこの部屋だけ時間が戻ったみたいですわ。もしやここはローマ同士の思いが作り出した、あー過去の世界ではないかしら。あー過去の世界だっていうんだったらわからなくはないね、綺麗なのも。で鏡を通ってきた俺たちはその中に迷い込んじまったってのか。うん、どうした、鏡の光が消えちゃってる。ああその左の、うん、ゲーマジかよ、戻れなくなっちまったのか、どうしよう。あマジで戻れないの、心配しなさんな、ヤンセンもうるさいよ、落ち着きなって。ローマ同士は時々村に来てたんだろ、つまりど、えそんなこと言ってたっけ、あそんなこと言ってたっけ、来てたの、つまりどっかに元の世界への帰り道があるってことさ。ああ
いやいや、だけどローマ同士がこのパラレルワードっていうか過去っていうかさにいるとは限んないじゃん。前回回ってたところのまだ入れてない、あの右の扉とか入れてなかったよな、玄関ホールのとこかもしんないじゃん。つまりどっかに元の世界の帰り道があるってことさ。慌てないで館の中を探してみよう。まあ帰れるんでしょうけどね。あの幻覚とかなんじゃなくて本当にどっかの世界なの。なんか何にもないの。ああもう無理ね。これなんかあんの。あ出た、これあの前の赤い森の時もそうなんだけど、ほんとこの表示って出づらいよな。なんでこれで出ないのマジでこう気をつけなきゃ。これでいいの？ん？何もなんないな。音とかした？あ、あっと。あ、ここいいの敵。あ、いるか、そりゃ。備えあればこそですわ。あ、こいつらね。あのね、あの、ここでね、5匹、4匹ぐらいいる、4種類ぐらいしかいないんだけど、こいつはね、なんか知らないけど、民に、だから公営にって意味なのかなに石化ばかりかけてきます、それからね、このフローはやばいですね。フローはね、いろんなね、魔法攻撃してきてとてつもなく威力がでかいです、よだめが。やるんだったらフローからやった方がいいかもしれないね。こいつはね、物理攻撃と相手を強化するのと、それから、石化、だから石化のやつを、なんかつけたりなんかした方がいいですね。メデューサヘッドとか、あとスキルを、習熟させて、それぞれにつけさせるとかね、した方がいいですね。石化は何ターン後かに石になってしまうので。また今度ね。あとね、そう裏でね、さっきちょっと赤い森ってうんぬん言ってたけど、あ、それでねレベルがね1上がっちゃったのと、あとさっきの大鏡の宝玉だっけ、あそこ強制戦闘で逃げられないって言ったでしょ。それでねドカーンとねまだ経験値が入っちゃったんですよ。あのね100スタートだったの、24の100スタート、それが、64まで来ちゃいましたね。だからここはやっぱりここでレベルを上げられるっていうことです。もうドカンと上がると思いますよ。ここに来て戦った、ただ強いんでね、気をつけた方がいいですね。それでね、裏でねあ、これ見るよりこっちか。相当ねあいつら戦ったりしてたんだけど、戦い切らないんだけどね、戦ったりしてたんだけど、こいつらね、今んとこ貴重なこの4つを持ってます。フローがこれだったかな。あ、違う、フローはこれだ、旋風の翼、それから秘境の陰鉄っていうのかな、それがさっきのソウルアーマー、それから固定の大海っていうのかな、滝底のっていうの、あ、滝底、これはね、ちょっと名前忘れちゃった、なんとかっていうやつそれからこれはあのなんとかっていうあのふわふわ浮いてるやつでね、なぜかね、こうやってね4種類ねもらえんのよ、ごめんなさい、盗み、だから盗んでばっかりいました、盗んでばっかりいた、でね、ドロップアイテムはまあちょっと珍しいっぽいのもあったんだけど、
まあまあそんなでもなかったんで、例えばこれね、うん、まあ相当数戦ったけど、盗んだりしたけどね、戦ってないんですよね。だからこれ1個だけね、これ実はねさっきの扉のところの強制戦闘で1個入りました。あとこういうのも入ったかな、あとそんなでもなかった、あんま気にしなくてもいいかも。あとこれかな、これまあどこかで売ってることを祈るしかない。どうしても戦いたくなかったんで経験値入っちゃうんで、しかもドカンドカンドカンって入っちゃうんでやめました。ただ盗みだったらいいじゃないですか。だからめちゃめちゃ盗みました、念のためにね。そこまでする意味がどこにあるのかって聞かれると困ります。困りますがやってみたかったっていうことです。これね、ただねこれね、私ねこれ1個作ってあるんだよね。これ前にも説明したけど、これ5個必要なんだよ、太陽の結晶で。これ5個必要、5個必要、5個必要で、これ全部ね、一番最初に沼名に来た時に手に入るんですよ。壺だとかなんだとか宝箱だっけな、それで必然的に1個だけは全部作れるんですよって説明したと思うんですけど、うまくできてますよね。うまくできてると思います。だからそれを持って赤い森に挑むわけですよ。ただここでは必要ないですね。ここではこれを発揮できない。だから2個目を作らなかったんですけどね。でも何かしらあるかもしれないじゃないですか。だから盗んでおきました。まあいずれ買えるのかもしれないけど、買えるって言ってもその時に金を持ってるかどうかも分かんないし、それに買えないと思ったものを買えないかもしれないしね。他のことにお金を使いたくてね。これさっきのとこでしょ、だからあ、全然、ああれリニムだよね、やっぱりね。まだだ、鏡の中に入ってったよ。あ、まただ、もしかして僕たちをどっかに案内してる。まあさっきからそんな感じだよね。で、あの先に行けってことなのかな。あ、ちょっと待って、一個行ってないとこあるぞ。これは、あ、出れんの、あ、これが動いてる。あ、さっきの言った玄関ホールの右に行ってないっていうのはこれね。あ、まだ開かない、あ、これ上行けるんだ。あ、過去だから、過去だからパラレルワールドだから。これ何なんだろう、時計、これはここは行ける、あ、なんかに防がれてる。じゃあダメだね、ちょっと待って、あ、さっきのとこ行ってみよう。そこをどけ、鏡のとこ、この組み合わせやばいな。これはね、この組み合わせはね、この世界じゃない、今までの世界ね、世界っていうの、それではね、一度もこの組み合わせないですね。あ、てかこの3対2っていうのはないですね。両方出てきたのはありますけど、何回も。さて、あの先は何なんだろう。てか今のセーブポイントなかったですね、廊下に。あ、行けんの、あ、なんだ、また廊下かよ、脅かしやがって。ずいぶんホールを挟んで、多分ホールを挟んで反対側に来たんだね。あ、玄関ホール、ホールって窓と扉の位置が逆さになってる。あーはーはーはー、綺麗に掃除されていますね。ここはやはりまだ館が古くなる前の過去の世界、こう幻覚見せてんじゃなくて、どうなんだろうね。あ、何もなし、開けるとか、あ、開けるなし、あー、なんかまたちょっと違う、あっ、あ、ウィンターってなんだ、ウィンダー、風だ、ああ風か、あれ今までなんだっけ、あ、ウィンド、あ、ウィンダーって風、ああなるほど。なんかいろんなのがいっぱいあるね。なんか研究室
みたいな感じやな。マナカプセルね。マナカプセル？マナ、ん？マナハーブの1個上だっけ？うん、そうだね。うん、もう持ってるってことだね。7ってことは。あ、見てあの鏡、上のとこが光ってるよ。ああ、光ってるね。ああ、ちょうど最初の鏡と正反対の場所にあるし、きっとこれが元の世界に戻るための鏡だな。やれやれだぜ。あ、いやいや、ちょっと戻るのかな。いやいや、もうちょっといろいろさ、本当に反応、あ、出る。あ、じゃあ、ん？玄関ホームに出れるってこと？なんか研究室なの？なんかよくわかんないけど。本当に、あ、なんかあそこ宝箱。あー、ダメか。内鍵か。え、内？昔は鍵などかけていなかったんだから。え、開くの？あ、内鍵ってこっち側曲がって意味か。あ、そういうことね。あ、じゃあこれ、あ、もう入れんだ。へえ。でもだからって、あの元の世界、あ、書いてある、鏡の中の過去だってよく読んでなかった。これなんて書いてある？鏡の中の過去。あ、じゃあ幻覚とかなんじゃなくて過去なんだ。でもだからって現代に戻った時にここ入れんのかな。ここ相変わらずダメ？ああ、場所運転ダメか。ん？開ける？ああ、こんなとこに宝箱。グランダボム。ああ、グランドの土か。グランダ自体は、初めてかな。ああ、1個だから初めてか。注意力のか。なんだこれ、時計か。ん？数字じゃなくて何かの模様になってるよ。あの針を動かせそう。なんかこういうのちょっと取っとこうか、怪しいから。うん、でもいつもどのゲームもスクショやりすぎてすごい量になっちゃうんだよな。あとで消すのも大変なんだよな、選んで消すのがね。あ、ダメ？あ、本当に？これをじゃあ、動かすか。動かすってどういう風に？あ、え？針を？針な、ちょっと待って、針なんてどこにあんの？あ、ちょっとうまい具合にならないね。あれ、針って、あ、ちょっと待って、この状態で、この状態で今ブレたかな。いや、わかんないよ。じゃあこれ、あ、なんか私動かしてないです。あ、合ってたの？ダメか。じゃあ一個ずつ、壺。あ、ちょっと、あ、遅かった。お、赤道の十話っていうの。あ、なんか聖堂とかいうのもあるな今。あ、これいいね。これちょっととかアップで。あ、扉が開いたんだ。なんだこりゃ、なんか仕掛けでもあったらしいな。うん、なんかこんなんでいいのかな。こんなんでよかったんかな。うん、これね。うん、ただこの聖堂、この十話ってやつは
最初から SP がもう10分の10になってる。これも8分の8からになってたんですよ。すっげえいいなこれ。全部がこうあってほしいよ。まあ、じゃあこれにしとく。もう別にこだわんなくていいわこれに。だってこれレベル3なんでしょ。うん、なんでだろう。ジュワっていう、ね、読み方わかんないけど、ジュワでいいのかな。ジュワってやつはなんかこう、なんか呪術ってやつはもういいのかね。うん、なんかどうやら。じゃあどうしようか。こっちから入ってみる。あ、意外と手狭で。ああなるほど、思い出サラダね。あー、こんだけ。開ける。ソウルメディシン、これは前にもらったな。でも多分これで2個目ぐらい。鏡他ない、こんなにいっぱい。あ、出ちゃった。多分ないな。あ、また思い出。カイマンなんで直立不動なんだ。まあ直立じゃないけど、なんか考え事してんのかカイマン。うん、なんかまあ随分綺麗な方なんでしょうね。グラフィックがあれだから。あ、プレートだ。そっかそっか、プレート、そっかそっか。なんかあそこに埋め込むやつだっけ。あーでも2個だな。確かあれ4つかなんか埋め込むんじゃなかったっけ。鏡、表どうなってんのかな。カーテン開かない。これは誰かわかんないか。写真、サラとかリルムかな。へえ、寝室。ん、ちょっと待て。しかしさ、なんでこんな金持ってんだ。長生きだから金も貯められるのか。うん、こっちからじゃあ行ってみようか。確かこっちから上がってきたよな。じゃあこっち。なんで過去だのにいるのかな。まあまあローマ同士がそうさせてんのかな。またこのコンビか。ちょっと申し訳ないですけど。行くぞ。まあ、結構かかっちゃうんだよね時間。まあ、前回 1,2 回戦ったっけ。フロートは戦ってなかったかもしれないけど動画ではね。あ、いや違う、こっちから帰るのか。今なんかやったことによって変わらないか。なんかもうちょっと思い出みたいのない。どっかこの辺思い出はない。うん、じゃあ戻っていいのかな。うん、さっきのなんか銅像みたいの動かしたのは何だったんだよ。覚悟しな。うん、あとねここだけなのかわかんないけど、またこいつらか。ここだけなのかもしれないけど、あ、ここって この場所ね。あのね、やっぱ逃げてると、あ、逃げれなかった。うん、これね、物理攻撃と、あと、まあ、最初は物理かな。引くぞ。うん、やつはね、ソルアーマーね。あ、帰れるか。ああ、ずいぶんスタビれちゃってるね。ん？あれ？ここどこだっけ？あ、これは反対側か。あ、なんか光ってる。あ、開かない？あ、カゴでも開かない？
したことだ。うん、ああこれで説明できんだ。うん、そうそう、いざなうものね。これが滝底のなんとかっていうアイテム、それがこっちが太陽のなんとかね。うん、こいつらはね、やばいよ。こいつは大したことないんだけど、ソウルアーマーがいるとこいつをパワーアップさせちゃうんだけど、こいつはやばいですね。こいつはですね、ストーンをかけてくるのと、ストーンは本当やばいですよ。でも大体ミンですけどね、まあ、今ミンがいるからミンなのかもしれないけど、うん、もうほぼ 100% ミンにかけてきます。だからミンには必ずメデューサヘッドかなんかやっとかなきゃダメですね。でね、こいつ最もやばいのは、HP 吸収しちゃうんですよ。うん、260とか280とか、うん、それは今のレベルとなんか関係あるのか知らないけど、とにかく今の私のこの状態だと、うん、250、60、もし3体に持ってかれてみてくださいよとてもじゃないですけど、うん、まあ大体でもね、同じやつには、あ、C か B まで拾いましたね。うん、これ絶対取っておく。後でまあ見れんのかもしれないけど、もしだってこれ見れなかったら A だけ取ってないんだよね。 B はデータ戻って取りましたけど、まあ A も戻って取ろうかな。かすれていてこれだけしか読めませんわね。うん、またそんな感じか。なんなんだろうね。あー、なんか今、あ、なんかここにも今ガラスを叩く音、なんだ、ちょっと分かったもんじゃないな、あんまりスースー言っちゃうと。そこをどけ。あと、いろいろ見てみたかったよ。今までもあったかな、気づかないだけで。あ、ちょっと待って、間違えちゃった。また今度ね。さてと、これは、あ、黒真珠の粉末4個。あ、ここら辺もなんかある。見たっけ？これは、いけないの、もうマジか。あ、普通に開く。あ、それでこれもういけるようになるの。へえ、入っちゃうか。開けるだけじゃないのか。うん、いけるんだね。なるほど、はいはいはい。さて一回セーブしよう、怖いから。さて、さてと、あ、これ取れる。あ、これ、これ。これ、これ、そっか、過去のこの銅像だったんだ。 あんな背高くなかったけど、これそれを動かしたことによって現代のも動いたの。やっぱこれ取れるんだ。へえ、あ、プレートだ。あれ、プレートこれで3つ目だよな。うん、あと1個か。ちなみに変わらない。こ、あ、ちょっと待って、これ、あ、開けられるんだ。あ、ここ開かないのね、真ん中は。開かしてやろうってのは逃げられないんで気をつけた方がいいですね。開けちゃうかな。うん、
教中なんなんだけどさ、たまに言うんだけど、なんか調子悪いんだよな今日。あ、行けないのね。さてと、なんかね、夜になると調子悪いんだよ。なんでかな、なんでなんだろうな。ずっと前からそうなんだよな。いや、まあ関係ない話なんですけどね。なんかあるじゃないですか、生きていると、生きているとそういうね、なんでなんだろうっていうのが。ああ、もう上の階段やっぱり無理だよな。過去に行ったからといって、あ、なんかポロンって怒っちゃってる。こんなのあったっけ、こんなのが上にあったんだな。あー、せっかくだからリフォームしたいね。さて4つど、あ、4つじゃない、3つだ。そっか、1個ハマってたんだ。ちょっと待って、これどうやってアップで、あ、出ちゃった。そういえばさ、前回さ、これ裏でやってる時に見たんだけど、あ、これっていうか、これね、これ。あ、また言ってくれる？よかった。開かないみたいね。プレートを全部床にはめてみようよ、だって今アップできないか。さて、じゃあ、あ、これがさっきの絵なんじゃない。ちょっと待て、ちょっと待て、いや、そこにある絵と違う。ちょっと待て、最初の絵はどうなってる。あれ、回転、あ、回転したわけじゃないのか。あれだってさ、弓みたいなやつじゃない、これ弓じゃないだろ、だってここで、ずっと盗んでました。もし盗むとしたらここが一番いいです、このエリアが。なぜなら、この、4種類が出てくるところはここにしかないからです。今の過去はよく見てないけど、言ってなかったから。でも多分、さっきねエンカウントした感じではこの辺のが出てこなかったよね。ここが一番いいです。まんべんなく取ろうと思ったら、ただ集中的にこれだけ取りたいって時は玄関ホールの方がいいかな。あとこいつね、こいつかイザナウムの場合は玄関ホールとかの方がいいかもしれない。ただソードアーマーは他の廊下とか、玄関ホールにはこいつらは一切出てこないので、多分間違いなく出てこないはず。多分言い切っちゃってもいいと思う。引くぞ。じゃあ、いやー、何って言われても、じゃあ、あ、過去と逆にな、ちょっと待って、そこのさ、まずそれ何なの、それ、ちょっと待って、何なのこれ。相変わらず反応悪いな、敵に出会っちゃうじゃないか歩いてると。あ、麦、弓、天球、さっき壺っていうのあったよな、壺っていうのあったよな。ああ、壺なんじゃないあれ。天球、あ、天球ってあれ左だな。で、あれが弓、麦か。
じゃあさ、ちょっと向きは分かんないけど、あれと同じようにやってみようか。だから壺の右側っていうの、時計回りでも反時計回りでもいいんだけど、とにかく壺の右側が麦ね、麦、左が弓。忘れちゃうよ、忘れちゃう忘れちゃう、もう忘れたよ。麦じゃない、あ、麦だ麦で、こっちが弓だったよな。こっちが弓、うん、これなんとかなんないか。それで反対側が、うん、これが天球だったかな。いいんだよな。あ、壺の対局が天球、あれ玄関ホールにあるみたいなこと言ってんのかな、天球って。じゃあこれどうだどうだ。あ、ダメダメ、あ、オッケーだな、よし。もうちょっとアップで見せてほしいよな、今みたいに。おお、なんか、あ、ビューンって、あ、なんかどうなってんの、あの、なんかまずこれだ、ずっと気になってた。あ、し、あ、 D なんだ。はあ、帰ってくるから、帰ってくるから。よく読めないね。でもなんか聞き覚えがあるような気がする。マジで、いや、リルムみたいなことかな。うん、だってサラの声は知らないんだから。ねえ、あ、一つ目はちょっと忘れちゃったけど、うん、これ二つ目ね。ぬくもりに満たされているっつっても、ぬくもりに満たされても悲しみの中に帰ってくるから。ああ、そうそう、つながってなかったか。ぬくもりに満たされても悲しみの中に帰ってくるから。ぬくもりに満たされてもっていうのはリルムなんだとしたら、両親のって意味かな。悲しみの中にっていうのははぐれたことかな。帰ってくるからリルムかな。まあ、帰ってきたね。で、マークとクックを産んだけどね。あ、またこれだぞ。あ、また壺が上だ。あ、なるほど、これは、いや、壺が、あ、上だったっけ。うん、そうだな、そっかそっか、だからこうなってんのか。うん、ここがね。さて、これ、あ、なんか読めるぞ。我は、孤独を求める者、何時、何故に我の、これ何、アン、イオリかな、アンをイオリにしとこうか。我のイオリを来たるや、我のイオリを来たるや。あ、なんか家とか小屋みたいな感じ。何故にってね、我に求めるものなくば速やかに去るべし。いや、あんたに会いたいんだよ。これ多分ローマ同士でしょ。何時の目には見えても、何時の手は我が扉に触れることはあたわず。ああ、そうなの。我が孤独を望むがゆえなり、我が孤独を望んでんのか。なれど何時なお我を求むるならば、鍵は足元にあり、シンボルの光に従い、正しき順序を守りて。いや、また謎解きかマジか超苦手なのに。でも優しいな、それでも会いたければみたいなこと言ってくれるんだ。なんだこれ、さっぱりわかんねえな。うん、まず光ってのがよくわかんないな。 あの変なステンドグラスみたいなこと。それよりローマ同士ってやつはどこにいるんだよ。その扉の向こうじゃない。あ、あれ、あ、あれ、そうなの。
だけどこの石板には扉には触れないって書いてあるよ。扉触れられないんじゃないの。扉には触れられないって書いてあるよ。なお我を望むならば足鍵は足元にありか。そういえばこの床の模様大時計のと似てないかい。過去のね、もしかしたら何か関係あるかも。まああるんだろうけど、それに向こうの部屋の床にも同じ円の形の模様がありますわ。どこ？右に見てるけど、どっちにしろローマ同士に用事があるんだしね。とにかくちょっと調べてみよう。光ってこれか。天球が光ってるよ。天球を求め、こっち今見てたね。これ以上行かないか、カメラが。ダメ。ちなみにここ、あっと、そうか、出ちゃうのか。出れるんだ。出れるってことが分かった。ここ行くとどうなる？バシューンだ。バシューン。なんか4つあるな。じゃあこっちから分かんなくなっちゃうかな。一番端か。行けないのか。天球じゃない。天球じゃないどころか、ほとんど進めるところがないようだ。ダメだね。ここ外れだ。じゃあこっちは。天球だよ。いいね。やっぱりこの光が何か関係ありそうだよ。かすかにですが魔導力の衰え、震えを感じましたわ。本当に今カチャンって言ったな。さて、ダメ。ダメ。本当に。こっちに戻った方がいいかな。分かんなくなっちゃう。あのミニマップ全然見てなかった。今あそこにいるんだ。じゃあこっち行くとどうなるの。反対側に飛んだ。今度弓かな、あれがなってるね。弓を探す。ダメだ。ダメだ。どこにも行けないや。じゃあ3番目。3番目っていうか右。ちょっと待って。今何光ってる。今これか。麦だ。これ麦じゃないな。これは違うようだな。確かに。なんか今動かす。動かす。さっきここ通らなかったっけ。こう行くしかないのか。今こっちじゃなかった。あれ違ったっけ。こっちだっけ。これだ。いいね。いいね。女神の飛躍、なんか見たことあるような気が。初めてか。発光の輝きを放つ幻の、やっとあるのか。 HP 全回復。でもなんかあったっけ、1個ぐらいフェニックスのみたいなやつ。1回も使ったことないけど、どっかで見たな。これね、これ。HP 小回復か。じゃあこれの上位版なんだね。これ、ちょっと待って、戻った方がいいかな。もう一個宝箱あったじゃん、なんか。ここ行くと、いいね。これだ、見えてたやつ。ロストって、ロストするの、ロスト。なんだっけ、呪術だな、
これか。あ、消し去りますし、マジ消し去りますか。バシルーラみたいなやつ、あれは飛ばすだったっけ。ところで全然踏めないんだけどさ、ロストね。まあ戻るしかないか。こっち、あとこっち行ってないよな。あ、これよしよしっていうか全部踏むのか、4つ。ああそれ、弓か。さてどこだったっけ、どこだったっけね。あーダメダメか、ここじゃないや。どこだったっけ。あ、これか。よし、次は3つやったよ。壺だ。じゃあここは、ここの、うん、これね。よし、どう。お、よし。おっと、あ、どう、壊しちゃった。なんか順番とかあったの。おい、ちょっと待てよ、壊しちゃったよ、マジか。壊しちゃった。何にもムービーも始まらない。こっち行けるようになったとか違うか、マジ。あ、行ける。あ、ムービー。待って、この奥が一番魔導力の波動が強くなっています。あ、そこにいるの、マジで。ここにいます、ここにいます。ちょっと待って、一回セーブしたい。ああ、俺も感じる。行くぞ。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。え、いきなり。あ、よかった、絶対セーブする。あ、出れる、よしよし。ダメダメダメ、一回セーブする。よしよし、セーブできた。そんな遠くないしね、セーブした方がいいよね。まずは分かんないから、いろいろ組みようないから、これで行ってみようか。今セーブしたよな、すぐ忘れちゃうんだよな。いける。じゃあまずどんなやつか。あのね、ちなみにね、なんでヤンセン外してるかっていうのは意味はないです。あの、ただ単にね、今までさ、ミンが入るまではさ、まあかろうじてこれね、5人なんだね、つまりね、うん、これどうやらね、うん、ここにこう置けないのよ、うん、置けない、だから5人みたいだね。でね、一番次の経験値まで遠い人にしてあるっていうだけと、まあこれは外してもいいんだけど、カイムとセスはね、どっちか、うん、ヤンセン入れてもいいんだよな、うん、なんでかっていうと、ただ単にですね、これを全部ね取得してしまったんですよ、うん、民のためにいろいろやってたら、うん、まあ1個だけあるんですけどね、うん、これがね、うん、でもまあこれはいいですわ、うん、徐々に徐々にまあたまればね、うん、だから、うん、でこれもね、達人の秘伝書って以外は全部やってあるから、うん、だからやってないんだったら入れなきゃしょうがないけど、
っていう感じ。うん、まあとにかくそういうこと、そんなあの意味はないです。あ、まだ始まんない、あっと始まっちゃったか。ローマ同士、お前に頼みたいことがある。悲しい。何？そう、聞こえない。悲しい。悲しい女の人。なんだ、まさかサラじゃないだろうな。あいつやばいって。鬱陶しています。この魔導力は何？まさかサラ。何言って、何サラじゃないよね。いやだよ、やりたくない。だとしたら、あ、なんかいろんな色が、いろんな色が。何をしてるの？本当、何をしてんの？自分を攻撃してる？え？悲しくて？なんでそんなことを？頭がイカれてるからな。眠りたいって言ってんだから眠らしてやれ。ダメよ、あれじゃ死んでしまう。あいつが死んだら暗黒洞窟の封印は誰が解くの？うん、確かにね。何、そのために来たんだから。止めろ。何、何だって？止めろ。奴を止めるんだ。奴って、奴とは。あそこトゲがある。まさかサラじゃないだろうな。もう死にたいとか、長く生きすぎて。 1100? あ、死年体、こいつらに攻撃されてた。あ、ローマ同士っていうのは選択できないだね。ちょっと待って、じゃあ土からやってみよっか。 A から、例えば。そんな単純かな。土いいだろう。だから風か。待て待て待て、風。ちょっと待て、どんなもんか。だいたい効くのかな、通常攻撃。あのねここの中のやつね、いろいろいたでしょさっき。あのほとんどね、通常攻撃は、あの物理攻撃はダメですね。魔法攻撃でね、今んとこね、このゲームね、魔法攻撃の方が強いね。うん、どうなんだろう、うん、ちょっと分かんないけど、今んとこはね、通常はね、そんな感じ。こいつも魔法の方がいいのかな。あ、こいつって、あの敵ね。なんだっけ、風か。風もう一個どっかなかったっけ。あとね前回だっけ、前々回だっけ、取ったね、このギャンブル。あ、ギャンブルがなんでこっちに入った。あ、ロストっていうのが入ったからか。聞かないよな、まさかこれ。でもさっきのとこで撮ったってことは聞くの？嘘だろ本当にそんな簡単。あのね、これね、結構使えます。うん、こんな使えると思わなかった。うん、これ結構使えます。ちょっとやってみよっか。ちょっと誰かロストっていうのやってみよっか。うん、まあいいか、これで。じゃあ一応フォースも、うん、一応フォースもやろう。どんなもんか、あの属性攻撃じゃなくてね。さあどうなる。叫び叫び、怖い怖い。何だって。なるほど、そういうことかい。あ、なんかカウンター。あ、カウンター、やっぱダメだな、物理攻撃。あ、フォース効くな。悲観。お、消えちゃえ。消えないだろ。あ、ミス、ダメだな。ダメだよな、そりゃボス戦は。死
嫉妬。あ、そんな風にやって倒していくの？ギャンブラーどうだ？おお、いいね。おっと、消えたぞ。そういえばこいつらどのぐらいあるんだ HP。 よし、じゃあもうダメだな、物理攻撃。やっぱり使えないな、この2人。あ、だから使えないから呪術とかのあれを持たせてたんですけどね。じゃあこれと、まあ こういうのもいいかもしれないけど、これとかね、まあ、もうちょっと減らしたい、すぐさま。どこだっけ、これと、これは使えないよな。ちょっと待って、なんか使えるやつあったっけ。あ、これでいいや。あ、さっき赤道っていうのを手に入れたから、これが、あ、空きが出たのか。じゃあこれでいいや。確かギャンブルまでいけるはず。うん、ロストはダメなのか。ん、ロストってレベル3なのだっけ。うん、じゃあギャンブル、あ、ギャンブルっていうかホースでもいいのか。ギャンブルだとちょっとあれが弱い時あるもんな、あの、うん、威力がね。なんせギャンブルだから。でもこれは今使えないんだ。うん、じゃあギャンブル、じゃあホース。うん、まあいいね。2回で取れるかな。あ、ダメ？ダメか。ホース2回でもダメ？じゃあマインダとかやんなきゃダメだな。あ、叫びだ。あ、またチェンジした。あ、攻撃してこないのかこいつら。1000ぐらい行くとありがたい。行かないか。ダメ、ダメか。そっか、攻撃してこないんだな。うん、じゃあこれと、それから、あ、そっか、ダメか。じゃあギャンブルと、攻撃してこないんだったらいいか。まあこれでもやってみる。うん、じゃあフォースのが確実か。ちょっと待って、これなんか変えらんない？初級じゃなくて中級、誰が持ってる？うん、中級でいいか。よし、これでどうだ。あ、先にミンがいっちゃったよ。強いな。消えちゃえ。うん、また叫び。叫びしかやんないの？叫びしかやんないんだ。ああ、ダメか。ああ、でも、うん、うん、じゃあそれを繰り返すか。うん、まあ、マインダーもういい。いや、もう一回やっとくか。今度じゃあマックとか。フォースの方がいいかな。うん、あー、だけど、あ、倒した。だけどまだ余ってるよね HP。 余らせない ぐらいでちょうどやらなきゃいけなかったかな。お、やっぱりサラダ。やっぱりサラダよ、今チラって。
まさかモアヘルとは。サラ、サラ、あいつが、あの人が、おばあちゃん。おばあちゃんだね。ああ、でも記憶どうかな。サラ、あっと、カイム大丈夫か。ああ、サラ、やっぱ一筋。サラ、俺だ、カイムだ、分からないのか。助けられなかった、あの子を殺したのは私なの。いやいや、いや、生きてた、生きてた。ああ、2回戦目。いけない、私と同じだ。ガンガラに心を縛られてる。自分がリルムを殺したと思い込んで自分を責めてる。ああ。その思いが彼女の周りに結界を張り巡らせています。まだ彼女を助けたとは言えません。どうすればいい、どうすれば彼女を助けられる。あの二人なの。あ、なんだ、なんだ。あ、まずいまずい。眠りたいんだね、もう。あーっと、二回戦目かね。またぐちゃぐちゃに戻っちまうぜ。サラ、やめろ。おばあちゃん、やめて。この歌を聞いて。この歌、行くよ。ああ、なんか今のベビーベッドかね。ママから聞いてたのかな、歌。子守歌だったのかな、案外リルムへの。あ、でも歌詞がな、さっきのあの詩の断片だっけ、あれでも帰ってくるなんとか、ね、あ、サラ平気だったの。サラ、俺だ、目を開けてくれ。ずっと自分を責めてたんだね。帰るね。あ、わかった。俺だ。もう大丈夫のようです。彼女の魔導力に恐れや悲しみは感じられません。あ、そう。元に戻ったんだね。過去の私が愛した人、今の私がこれから愛していく人。記憶があるのか。うん。ないの？記憶はないわ。残念。あなたが皆無だということはわかるのよ。この家に残されたもの。ああ。書き残された日記。なるほど。ああ。私が愛したたった一人の人。あなたのこと、カイム。ずっとあなたを待っていたわ。ああ。ガンガラには計算外だろうな。ん？ああ。何が？記録だよ。ああ。サラはあいつに記憶を消されても、ああ、喪失感の残る心を引きずってこの家に戻ってきた。
それはきっとここで生活していた本能なんじゃないかな。残していた日記が記憶を失ったサラに記録という形で千年の人生を再確認させていたんだ。それすごいね。おかえりなさい、カイム。俺はお前のこと覚えている。うん、どんなにお前を愛していたか覚えている。だんだん思い出、誰かを愛し抜いたこと、記憶はなくてもこの心にぬくもりとして残ってるわ。それから大切なものをなくした気持ちも。ああ、でもまあそれはね、説明すればリルムだ。うん、リルム、私たちの娘ね。リルムはもういない。うん、私たちのお母さん、あの歌はお母さんがいつも歌ってくれてた歌。うん、だからあなたは私たちのおばあちゃん。私クック。僕はマック。はじめまして、クック、マック。過去の私がどんなだったか、記録だけでも十分。今は大切な人がこんなに増えた。これからは、うつろな心が新しい思い出で満たされていくのよ。とても素敵なことだと思わない？うん、思い出に囲まれていたからずっとあなたを待っていられたの。おお、こりゃ絵になるね。うん、いい女だ。あ、はい、すいません。ヤンセン節だね。いやー、泣きそうだよ。マジか。あれ、まさかここにいる、いるの。いるの、マジで。クレセントロッド、フォースの杖だって。ん、宮廷の魔導士が使う良質な魔導杖。あ、そうなの。なぜそんなものを。あ、レベルはあれなのかな、こっちに合わせてってなのかな、それとも25なのかな。うん、どういう状態でも。いやいや、もうちょっとね、この辺、まあサラもね、あっと、こっち行ったら出ちゃうか。サラもね、だんだんと思い出してくれればね、まあいいですよね。これリルムか。取っとこうか。宮廷。なんか変わったものはなさそうだね。ずっと苦しんでたんだね、かわいそうに。ただただですね、前にも言ったけど、そう昔じゃないんだよ、この千年の歴史の中ではね。この出来事はね、今の一連の出来事は、だから900年前とかじゃないんだよ。まあその点はね、まあでも覚えてないから、なんなんだけど、自らテクテク帰れってことか。あ、まあでもここからすぐ帰れるか。あ、まあ一回セーブ取っとこうか。なんかね、リフォームでもしたいぐらいだけど、ゲーム終わったらあれかな、ここにでも住むのかね。
ああでもクックとマックは沼名の方がね、家あるしね。さてまあちょっとまあ見てみたいけど出ちゃうか一回。あムービーか。セラ、俺たちはゴッツァの都へ行きたいんだ。そうなんだよな、うん、暗黒洞窟の封印を解いてほしい。そうそう、そのためにここに来たんだよ。でローマ同士がね封印したんだけど、まあそれがサラだったということですね。これは話が早いよな、解いてくれるんじゃない。あの封印はゴッツァの侵入を防ぐためのものよ。トスカを戦争に巻き込まないために。そっか、自分の暮らした町っていうかあれだからそういうふうにしてたんだ。あーはーはー、なるほどね、なるほどなるほど。はーはーはー、なんだ、行かれて発作的にやっちゃったんじゃないんだ。ふん、記憶を失ってなお人を守ろうとしてたんだね。あーでもどの段階でやったのかね。このままガンガラを捨ておくことはもっとたくさんの子供たちを不幸にすることになるんだ。頼む、サラ。ガンガラって言っても分かんないだろうな、多分。来て。特に触れないか。あ、もう行っちゃうの？その暗黒洞窟だっけ。あれ？ああ、ここか。ん？ん？あれ？こんなとこあったっけ？あれ？こんなとこ。あ、ここか。あ、ここね。あ、はいはいはい。ここ、あ、ちょっとここ行ってみようか。ちょっと暗黒洞窟にはちょっと行けないな。あとみんなにも顔見せてあげたいじゃん。あの村の人たちに。いろいろ言ってたんだから。ね、心配してたんだから。さてなんかどう、なんかある。こっちはガンガラの方だな。あっ、ここにガンガラがいたやつ。あ、同じか。ガンガラなんか説明しないのか。あのあとねリルムが、うん、どうなったとか。まあカイモも詳しくは知らないけどね。まあとにかく生きてたわけなので。ここは何か言う？ここは何か言うだろう。あ、言うか。ここはリネムがよく遊んでいた場所ね。あの子にとってお気に入りの場所だったのよ。危ないな、ここは。思い出したのか。うん、日記に書いてあったの。リネムは今日もお気に入りの場所に行ったって。ここに咲いてる花が好きだったのね。そうね。大人になってもこの花のこと大事にしてたよ、お母さん。そう、そっか、リルムっていう娘が私にはいたんだってだけかな。特に覚えては、そっか、今んとこないのか。私にはどうやら娘がいたんだなっていう日記とか、西だっけ、読みながらそう思ったのかな。南から来か。うん、来てよかったな。もうちょっとなんかあるかなって思ったんだけど。うん、さあなんて言う、なんだって同じかい。嘘だろ。あ、ちなみにこっから出るときまだ無理。あ、もう行ける。あ、これはダメか、さすがに。うん、でも選択画面にはなったな。あ、ここに行ける？でもこの港止まりだろ？多分。うん。メインストリートとか、あ、なんだっけ？うん、なんとかっていうところには行けないよね。広場とか。まだ指名手配犯みたいな感じだもんね。うん、じゃあ一回セーブね。うん、じゃあここで
今回は終わりたいと思います。ちょっとこの村を回ってみようかね。なんか反応するやつ一人はいるだろう絶対いくらなんだって。ちょっと待てよ、今いるんだろう。あ、いるよな、サラね。なんか一人ぐらいは反応。あ、これ経験値入んないんだ。ボス戦でさ、経験値入んないっていうの結構あるね。あ、でもよかった、ドガンで入っちゃうから。まあでも SP もらえないのはきついか。うん、あ、そうか、サラだからかなうん、サラだからっていうのもあるのかな。でも なんか他にもあったよな。うん、あのもらえないのね。まあいいでしょう。では今回は、ここまでにしておきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラジでした。じゃあね。